どうも、セリカです。今日は脈上げという練習法についてご紹介していきます。脈上げ、この言葉の通り脈を上げるための練習です。具体的に25メートル何本泳いでくださいとかいうものは一切存在しないです。ルールはただ一つで、自分の脈を上げる練習です。基本的には人間は年齢によって脈数が変わってきます。先ほど私が調べた年齢別の脈数にするとこちらです。ご高齢者が1分間に60から70回、成人の方が60から80回、学生の方が70から80回で、もう乳児になると1分間120で、新成人になると1分間130から140回になってます。かなり差がありますね。基本的には脈は10秒間の間でどれだけ脈数があるのかをカウントします。なのでこれを10秒間にすると、だいたい学生から高齢者の方は10秒間に10回から11回ぐらいが目安です。これはすべて正常値の値になっているので、皆さん今一度測ってみましょう。脈の測り方はどちらでもいいです。手どちらでもいいので、親指の下あたりですね、ここら辺にもう片方の親指を当てるとプクプクしてると思うので、これが脈です。結構中にはなかなか見つからない方がいらっしゃるので、そのあたりを探してブクブクしてるところを見つけてみてください。見つかった方から10秒間一緒にやっていきましょう。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。10秒間測っていきましょう。よーい、始め。1、2、3、4、5、6、7、8、9、 OK です。はい、ぴったりに止められなかったどうですか、何回ぐらいでしょうか。緊張してない方だったら11とか10ぐらいだと思います。私もちょっと測ってみようと思います。はい、私は10回でした。今測っていただいた脈数を基準に、練習終わった後に脈がどれぐらい上がってるかを確認する練習が脈上げの練習となってます。練習やるタイミングというのが、本当に泳ぐ時間がいつもより取れない方、普段は1時間泳いでるのに30分しかもう時間がなかったり、急いでる方ですね。あとは大会の日の朝のウォーミングアップにするのがとてもおすすめです。理由は、脈を1回上げると体が覚醒状態になるので、その後がすごくリフレッシュした状態になるので、大会の日の朝のウォーミングアップや短時間しかできない日の練習にはとてもおすすめになってます。実際に脈上げをする練習法は何でもいいです。あまり長い距離を泳げないという瞬間もあると思います。なので25メートル4本の中で常にダッシュをする練習だったり、もし100メートルぐらい泳げる方だったらディセンディングなどをやるのをおすすめします。必ずやっていただきたいのは、練習前の自分の脈、練習後の自分の脈を測ってください。そして皆さん気になってる、脈はどれぐらい上げればいいのということですが、学生の方、若い方ですと10秒間に30から32回ぐらいはいけます。結構ギリギリのラインなので、もちろん安静時の11とか10回からちょっと離れた20回とかでも全然大丈夫ですが、限界までは30から32回まではいけるらしいです。でその上の年代、30代だと10秒間に28回、40代の方ですと10秒間に26回、それ以上の方ですと10秒間に24から25回が目安だと言われています。なので練習の流れとしては、まずはプールに入る前に脈、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10回、今日は10回からスタートだなってスタートしてウォーミングアップします。その後にもちろんダッシュ練入れてもいいですし、何か挟んでもどちらでもいいです。ウォーミングアップしたらその練習をする、練習した後にもう一度脈を測ります。10秒間で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,24だってなったら、その今日の練習はそれで OK です。というふうに短時間で、普段1時間ぐらいでやってる体の疲れを実際に味わうことができるので、短時間しか練習できない時にはおすすめします。もちろん脈ということなので、上げた時に何が起こるかは分かりません。必ず健康状態、その日の血圧などをチェックして、自分の状態が健康であることを確認してから行うようにしてください。ってことで、今日の水泳メニューは脈上げでした。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。